最後に10番のアドマイヤメイン。ゲートに収まりました。体制完了スタートしました。まず、アドマイヤメインがいいスタートを切りました。そのうちからアペリティフラッセルバローズ、スマートスナイパー。 アドマイアメインが先頭に立ちますリードを1馬身から1馬身半ぐらい取ります2番手にはアペリティフと内からスマートスナイパー4番手にラッセル・バローズ並んでいきます9番のベルジュール後方4頭はマイネル・オレアとカルストン・ペースをインパクトワン最後方わずかに3番のウエスタン・ホークで1コーナーをカーブしていきます 先頭はアドマイアメイン飛ばしていきますリードを4馬身5馬身と広げていきました警戒に飛ばす10番のアドマイアメインが先頭で2コーナーカーブに入っていきます2番手には7番のアペリティフ単独2番手その後と3馬身差1番のスマートスナイパー4番手ラッセルバローズあとは9番,9番のベルジュールが5番手の追走です4馬身ぐらい空きましたマイネル・オレアカルストン・ペースをウエスタン・ホーク最後方に6番のインパクト1縦長の展開です 大きくリードを取りました逃げる10番アドマイア・メインは10馬身近いリードでこれから3コーナーカーブに向かいます。 2番手には7番のアペルティフスマートスナイパー2番手に並んで4番手、ラッセル・バローズそのうちから9番のベルジュールですマイネル・オレア後方から4投目ウエスタンホークそしてカルストンペースを最後方インパクトワンで前は34コーナー中間依然として10馬身いやそれ以上のリードを取ります10番のアドマイア・メイン先頭で34コーナー中間です2番手にはラッセル・バローズが外目から2番手に上がって前に接近していきますあとは7番のアペルティフスマートスナイパーベルジュール続いてマイネル・オレアウエスタンホークです アドマイアメイン大きなリードを取ったまま4コーナーカーブ2番手にラッセルバローズアペルティフその後間からベルジュールで4コーナーから直線コースに入りました依然としてまだ78馬身のリードを取っています10番のアドマイアメインが逃げてリードを大きく取ったまま2番手にアペルティフ3番手にはベルジュールとラッセルバローズ外からウエスタンホークを追ってくる間マイネルオレアしかしばらけましたアドマイアメイン先頭で逃げ込み濃厚残り1 0 0ー二番手アペルティフ三番手はどうか接戦だ ゴールイン2番手にアペルティフ3番手はどうやら4番マイネル・オレア重傷健闘の力を発揮しました10番アドマイア・メイン価値ある2勝目を挙げていますラク逃げ切りがち2番手には7番のアペルティフ3番手は接戦から4番のマイネル・オレアどうやら3番手に上がったかどうか勝ち時計は2分0秒9ゴールまで 800m48 秒 6600m36 秒5と上がっています 阪神競馬第7競走3歳の500万条件芝コース 2000m5 番の天使のゴールド出走を取り消して9頭で争われましたコースタートから勢いをつけて先頭に立った10番のアドマイア・メイン道中は10馬身近いリードそしてそのリードを保ったまま逃げ切りました着順掲示板1着10番アドマイア・メイン2着7番アペリティフ3着4番マイネル・オレア 4着は9番のベルジュール5着2番のラッセル・バローズで着順点滅しています確定までしばらくお待ちください